はい、おはようございます。コレンさんです。本日は、ボルト R スペック、ボルト R スペックをレンタルいたしました。詳細な、情報はこちらに出しておきます。対応はですね、ブリヂストン 100-90-19 インチタイヤですね。ライトは玉ですね。ウィンカーも玉ですね。で、V ツインで空冷ですね。ラジエーターないですね。空冷 V ツインで、なんかいいショックがついてますね。で、後ろブリヂストンの150の80の、あ、ちょうど見えねえ、16かな、ここに出しておきますが入ってます。これエアクリーナーでしょうね。これ後ろライトは LED ですね。ウインカーは玉ですね。キーはここに挿します。イグニッションキーで、ここにあるのがあのハンドルロックのキーです。イグニッションオンにするとこんな感じですね。で、クラッチもですね、これえらく軽いんですよ。じゃあえらく軽くて、アシスト&スリッパークラッチではないかと思います。で、パッシング、ハイロー、ウインカー、ホーン、おー、なっちゃった。で、キルスイッチ、ハザードで、セレクト、リセットってのがあって、これ後で説明します。あとホーンで、メーターのところにボタンがないんですよ。で、ここにあるセレクト、リセットっていうので、今トリップ1なんですけど、セレクトを押すとトリップ2、時間8時41分、オドメーター3720キロ、というふうに切り替わります。で、リセットを押すとトリップのリセットとかができるそうです。あ、そうだ。で、 ETC カードのこれがあのシート下とかに全然スペースがないんで入らないそうです。なので、ここについております。で、エンジンをかけるとライトがつきます。玉ですね。ハザードをつけるとこんな感じ。リアはテールライトだけ。いいな遠いな。ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ、ブレーキですね。排気音は結構勇ましいです。空気圧は、あれ、空気圧どこ、あれ、あ、これチェーンドライブだ。チェーンドライブ、嘘嘘、ベルトドライブ、ベルトドライブですね。空気圧はここにないですね。どこか別の場所にあるのでしょう。ちょっとわからないです。で、また終わるとですね、シート高、この辺に出しておきますけど、今日私、あ、私の足の長さはズボンのサイズで72センチで、今日は厚底ではなく普通のシューズを履いています。で、あの両足ベタつきで膝が回るぐらい、シートは低いです。クラッチ軽いな。それでは行ってみましょう。で、メーターなんか説明してないや。スピードメーターしかないです。タコメーターもないし、ギアポジションインジケーターもありません。なので、今私が何速なのかは感覚で掴むしかないですね。ニュートラルにはすごい入りやすいですね。これね、鼓動感がねすごくいいんですよ。ドドドドドドっていう、すごい上品、上品なんだけど力強い。で、こうやって止まってても、ドド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 ドっていう振動がね来ますね。何 cc だっけ、この辺に出しておきますけど、 1000cc は確かなかったはずで、ここにねエンジンあるんですよ後ろのシリンダーがここに、また下にね、ドカーンって。これすごいっすよね。暑いかなと思ったんですけど、夏は分かんないですけど、今のところ暑くはないっすね。ハンドルグリップがすごく太いです。レンタルバイクのお兄さんもハンドルグリップがこんだけ太いのに、あのグリップヒーターが入ってないって言ってましたね。あ、やっぱちょっと、あ、エンジンじゃないや、マフラーが熱いんだ。
この足を下ろしたらもうすぐにマフラーが通ってるんで、で足がちょっと熱いんですね。これ夏場暑いかもしんねえな。でシートがシートはね意外と薄いんですよ。で角もちょっと立ってるんで、これ長時間どうかなっていう、まあ今日検証しますけどいう感じですね。でねポジションはね、すごい遠いです。手が私の、上半身のサイズは昔あの糸魚川堂のおばちゃんにね、あのバイシャツ作るときに測ってもらったんですよ。サイズ分かんなかったから、でシャー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 って測ってもらったら、あらあなた M ねって言われたんですね。だから私の上半身のサイズ M サイズなんですけど、 M サイズだとかなり遠いですね。ハンドルはかなり遠いです。なあアメリカンってこういう感じなのかなという気がしないでもないですが、この怒涛の加速感、バンク角がほとんどないんで、すぐに擦っちゃうから気をつけてくださいねって言われましたね。でこの試乗車、あの最初の傷チェックをするときも両ステップともステップの端がガリガリ削れてました。で思ってるより全然早くステップついちゃうんでっていう話をしてましたね。足つき製は本当いいな、安心できるよこの足つきは。でもね車重がね、この辺出しておきますけど250キロ以上あるんですよ。で昨日あの夜借りて家まで持ってきて、で自分家のバイク置き場に止めようと思ったんですけど、うち一番奥であのバックでねえちらおちら持っていかなきゃいけないんですけど、それきつかったな。はい高速に入ります。でタコメーターもついてないから大してやることないんですけどね。6速85キロぐらいから振動が足とか手とかに出始めて、でバックミラーがこうビーンって震えちゃって、あの車はいるなっていうのは分かるんですけど、車種の選別は難しいですね。今95キロですけど、その時の風の塩梅は意外とないですね。この前がこうボーンって盛り上がってるから、で自分が座る場所が低いので風は胸から上あたりに風が来ます。ネイキッドモデル SV6 半とかだと、スクリーンがないとお腹に風が来ます。これはねお腹にまでは風は来ないです。で振動はねやっぱり大きいんですけど、まあでもまあ長時間走ったら来るかもしれないですけど、まあ、なんて言うんでしょうね、振動あるっちゃあるんだけど、あの心地よい振動なんですよ。だからね、あ、危ね、すごい悪い気はしないですね。なんだろう、100キロまで出しちゃうとそんなあれじゃないんですけど、85キロぐらいが一番振動が大きいですね。逆に100キロまで出しちゃった方が、あの振動は大きくないっぽいです。なかなか面白いですね。80キロまではすごく振動もなくて平和ですね。で、85キロになると振動が出始めて、で88までも振動ある。90、ちょっと振動が若干和らいだ気がする。で90を超えると、あ、振動が少なくなりますね。今97キロ。これ快適です。だから86から90までぐらいの間が一番振動が多いような気がします。100キロまで出しちゃえばそんなに気にならないですね。だから高速道路を100キロで永遠に走るのは結構大丈夫ではないかと思います。これね、ニーグリップするところが右側がエアクリーナーで左側がエンジンなんですよね。これ昨日借りて走り出した直後なんですけど、あの股関節が痛くてつっちゃいそうになって、相手で相手でって、あのポジションがツなんですよ、ツ、T
手を伸ばして足元も前に出してるから2のポジションなんですよね。でタンク容量がこの辺出しておきますけど、確か14だったかな、13だったかな、そんなにね大きくないんですよ。でね、燃費はねどれぐらいかは分かんないんですけど、もしかしたら1回給油が必要になるかもしれないですね。本日200キロ走ります。今34キロ。でこれね、スタンドをかけた状態から引き起こすのも結構重さが、重量があるんで結構大変です。やっぱりこのバイクは高速道路もまあそんな苦にはならないんですけど、こういう下道をこうとことこ走るのに向いていると思います。できるかな、できそうなら60キロまで加速をしてみたいんですけど、なんかね、でもいいよこれ、いいなんかね、すげえ所有感がある実用性はかなり低いんだけどでもね、乗っててああいいなーって思わせる何かがある。レギュラーガソリンなんですよねこれね。足元結構あったかくなってきたな。でもニーグリップすると本当ここにエンジンをグリップするから、で右足はこうやってエアクリーナーをグッてやるから、あ、できねえなこれ。これギア比との組み合わせによっては45キロぐらいでも振動が出ることがありますね。60キロまで加速いってみますよ。はい、一速で出ますね。はい、はい早いのか遅いのか分かんないな。はい、ではブレーキを試してみましょう。リアブレーキ、はい、結構効きます。リアブレーキ、フロントブレーキ、はい、フロントブレーキもちょっと効きます。でもリアブレーキの方がよく効くかな。まあアメリカンってそういう感じなんですよね。昔ハーレーに試乗した時もハーレーはフロントブレーキ全く効かなくて、でリアブレーキで止まるんだよって教えてもらったんですけど、これもなんかその例に漏れずリアブレーキの方がよく効く感じですね。フロントブレーキはおまけみたいな。着座位置がすごく低いので視線が低いですね。私の普段乗ってる V ストローム2半とかだとかなりもっと高いところにあるんですけど、これは割とこう低いところに構えてる感じです。だからちょっといつもと違う視界ですね。はい、地下道に入りました。メーターの塩梅はこんな感じです。グレー地に黒ですね。割と見やすいのではないかなという気がします。まあでも情報量がほとんどないんであれなんですけど、そんでハンドリングはアメリカンなんで、こうハンドルがこう寝ているんですよね、普通のオンロードバイクと違って。だからなんだろうな、ちょっと違いますね。交差点曲がるときとかあんまり小回りが効かないっていう感じで、ハンドル切れ角もあんまりないですね。タコメーターないからわかんないけど、特定の回転数で振動が出るんでしょうねこれ。低い速度でもギアポジションによっては、振動が出るので、今ねこのヘルメットホルダー使ってみたんですけど、使えますねこれ普通に。CB400 スーパーフォアのヘルメットホルダーは使えなかったんですけど、ついてはいるんだけど、本当純正でついてはいるんだけど使えないっていうやつだったんですけど、こいつは使えます。ちょっとパッと見奥まってるからどうかなと思ったんですけど、意外と使えました。この引き起こすのがね重いんだよな。シートが着座姿勢であれば、割と広い座面が確保されていて、そうですね、さっき足ついた状態でシートをちょっと角があるって言いましたけど、着座してしまえば特に角もなくて割といい感じかな。
結構いいかもしれないですね。まあアメリカンって腰になんか集中しちゃうっていう感じなのでどうかなとは思うんですけど、はい、じゃあちょっと振ってみましょう。はい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 と、あーすごいどっしりとしてますね。ひらひら感はゼロです。ひらひら感は全くございません。峠道はどうなんですかね、楽しいのかな。でステップもね結構すぐに吸っちゃうっていう話だからどうなのかなとは思うんですけど、でさっきあの右足にマフラーがあるからちょっと暑いなって言ったんですけど、こうやってね足規制いいんだからマフラーから遠ざけた場所に足を置いてしまえばそんなに暑くはないですね。でもこれは暑いだろうな夏場。やっぱこのバイク60キロぐらいで走るのが一番気持ちいいんだろうな。はい、ここから上り坂になりますのでギアを入れてみたいと思います。3速42キロ、3速4速37キロ。おちょっとカコカコ言うね。1速の発進時はすごいトルクがあるんで楽ですね。4速44キロ、5速46キロ、あこれ6速だ、6速44キロ、ガホガホ言いますね。51キロ、54キロ、58キロ、6速50キロ台だとなんかこうスコスコっていうか、こうちょっとノッキングというかなんていうか、この気持ちよいドドドドドドっていう音じゃないんですよね。それだったら5速の方がいいです。6速で55キロだとちょっと不等感覚みたいなそんな感じになるんで5速の方が気持ちいいですね。50キロ台はニュートラル、あれニュートラル入った。2、3、4、5、6速あるよね。6、5、4、3、2、あれ 1速2速3速4速5速、あ5速までしかねえやイヤーポジションインジケーターがねえから分かんなかったけど5速までしかないんだこのバイク。だから5速で50キロじゃなくて4速の方がいいんだな。あら私が6速6速って今まで言ってたのは全部5速だったんですね。ギアポジションインジケーターがねえからわかんねえ。左5速44キロ。あ、ガタガタ言えば。4速。あ、4速ならいけますね。そうか、5速か。4速、5速。4速、3速、2速。2速なら坂道なんてすごい勢いで登りますよ。1速。坂道だと4速かな。いいのは。私これクラッチ軽いの本当助かるわ。この路走行でも半クラッチとリアブレーキでゆっくり走れますよね。もう一回振ってみましょう。ああこれぐらいの速度だったらそこそこ寝るな。50キロぐらい。なんだろう、もっとなんかいろいろ不具合が出るかなとか思ってたんですけどそんなことはないですね。至って普通に乗れてますね。暑いとかポジションが窮屈だとか、レベル2班にも乗ったんですけどレベルのポジションってなんかねなんか慣れなかった。最後までなんで俺こんな格好でバイク乗ってんだろうって思っちゃった。レベルは同じアメリカンでもやっぱりボルトとはちょっと違うんでしょうね。ポジションがボルトはねなんかいいなと思う、乗ってていいなと思っちゃう。
微妙な違いなんでしょうけどね。なんかレブルじゃないよ、もうボルトってこうシールドを開けて走るとすごい気持ちいいですね。風がヘルメットの中に入ってくるとなんかすごく自由になった気持ちがする上から見るとね、こんな感じですよ。シートタンク、あ、クモの巣張ってるよっ、よいしょっと。田舎道を60キロで走っております。5速トップギア、加速減速、加速減速、あ、問題ないっすね。なんかすごいいい感じですこれ。歩道感を伴ってどこどこ走るのっていいですねこれ。でこれハンドル幅があんまりないような気がする。でこのバックミラーもハンドルからはみ出してないから、全幅とかここに出してきますけど、意外とねないような気がする。だからまあやらなきゃいけない人はやると思うんですけど、すり抜けとかは割としやすいのかもしれないですね。このバイクはせかされないですね。ゆったりとゆったりと、ゆっくりとゆっくりと走るのがよく似合っている、走るのが気持ちいいバイクですね。はい、この先コーナーがありますのでちょっと試してみたいと思います。何速だろう、これ2速かな。待てぴょーん、全然ステップすらないっすよ、そんなスピードじゃないかな。意外と大丈夫じゃんとか思ってるとするんだろうな。問題ないですよコーナリングも、まあ、普通のコーナリングなら全く問題ないですね。6速55キロ上り、あーカコカコ言うね。これ段差がねあるんですよ、段差がどんどん、おい、はい、段差超えましたけど、まあ良くもなく悪くもなくっていう感じかな。高速コーナー楽しいですね、高速コーナー。なんかこのエンジンをずっと聞いていたいっていう、そういう感じになりますね。上り坂だと5速じゃ辛いな、4速まで落とさないときついかも。4速と5速が結構離れてんのかもしれないね。250キロあるけど交差点を曲がるときとかそんな力いらないですね。 CB1300 とかは270キロあるけど、その曲がるときすごい力が必要だったんですよ。しかし本当ポジションに違和感がないよなこれ。本当にねレベル2班は最後まで違和感しかなかったんだけど、2班ね、500は2班と同じなんだろうけど、ポジション的には1100はまた違うんだろうな。あんま乗りたいとは思わないけど、はい、それではボルトスペック、タールスペックを取り回してみたいと思います。これね、降りたまま取り回すバイクじゃないんだよね。またがってでこうやるバイク手抜きですいませんね。で、あ、全身はきついかな、ここ上りだからっていうバイクですね。はい上り坂はきついということで、なんかね峠道走ってきたんですけど、録画途中で止まっちゃったのか押してなかったのかわかんないんですけど、全然撮れてなかったみたいで、で峠道走った感想なんですけど、このバイクね、峠道めっちゃ楽しい。コーナーをですね、後輪駆動、後輪に荷重を乗けてこう回るじゃないですか、アクセルオン。これ低いギアでやるとがすごい楽しいんですよ。後輪に荷重をかけて
これでね、右に左に走るのがすごい楽しいんですよ。だからね、コーナリングの出口でアクセル開けられるっていうのが私好きなんですけど、そういうバイクが。このボルトもそういうバイクでして、コーナリング中にアクセルを開けられるんですよ。で、バンク角がないんで結構すりますよっていう話をしてたんですけど、この千葉程度の峠道では全くすらなかったですね。全然すらないです。コーナーリング楽しいマシンですね。これ、この楽しさをね、動画うまく撮れてなかったかな。多分ね、動画うまく撮れてれば楽しさが伝わったんじゃないかと思うんですけど、こういうコーナーですね。ここでアクセルオン。お尻にね、お尻にこう荷重が乗っかってギュイーンってこう曲がる、そういう感覚がね、素晴らしく楽しいんですよ。ボルトゆっくり走ってもいいし、高速だけちょっと苦手ですかね、振動が。でも100キロでクルージングする分にはそんな苦にはならないけど、85キロぐらいがやっぱり振動が多いんでちょっと厳しいかなって感じですね。あ、こういうコーナーですよ。ギア下げんじゃないですか、入るじゃないですか、グイーンって回るじゃないですか。これがね、楽しいんですよ。もうちょっと小さいタイトなコーナーとか、結構グーッと回り込んでるコーナーとかに入ると結構ステップすっちゃうのかもしれないですけど、でもなんでステップすっちゃうのかっていうのも分かりますね。これ楽しいもん、コーナーリングが。これはすりますわ。これギアポジションインジケーターついてないけど、あんまり気にならないですね。乗ってて楽しい、気持ちのいいところで走ればいいだけの話なんで、今何速とか気にする必要もないですね。で、峠道を走るにあたってはちょっとね、ブレーキが弱いかなっていう感じですね。フロントブレーキが若干弱いかも。シングルディスクですよね、ダブルディスクでしたっけ、シングルですよね、シングルディスクだからちょっとね、ギアブレーキの効きはいいんですけど、やはりフロントにもうちょっと制動力が欲しいかなっていう気がしますけど、これだけの重量ありますからね。まあ基本的にそんな飛ばすバイクではないので、ダブルディスクにしちゃうとちょっとね、あんまり美しくなくなってしまうので、そういう意味ではシングルでいいのかもしれませんね。で、デコボコ道取ったんですけど、多分録画されてないと思うんですけど、デコボコしたところ、トンネルの中、まあ吸収はしてくれるんですけど、でもそんなにヒュッて収まるっていうほどではないですね。収まるっていうか、ドタバタはちょっとします。ちょっとしますね。まあ、で、アメリカンなんで、サスペンションのストロークが短め、リアサスのストロークが短めなんで、まあ、それはしょうがないのかなという気はします。このコーナリングはアクセルはオンですよ。そうすると気持ちよく曲がってくれる。ボルトはパーシャルはないですね。コーナリング中にパーシャルっていうのはあんまないです。もう開けちゃった方が手っ取り早い。こういう路面のギャップ今もあるんですけど、やっぱりね、リアサスがね、コツコツ拾いますね。フロントはそうでもないんですけど、リアが割と拾いますね。高速コーナーもアクセル開けちゃえば全然ですよ。こうやって前に車が詰まっちゃってアクセル開けられないとちょっと困っちゃいますけど、今 119.9km ですが、そんなにお尻は痛くないですね。そんなにっていうか全然痛くないですね。で、こいつの総括ですが、なんだろうな、まあ、コーナーリング楽しいマシンですかね。
リアカジュでコーナーをこうギューッとこう曲がっていくのが、これがねすんげー楽しい。でこういう60キロぐらいでテケテケ走るのも楽しい。高速だけがちょっと苦手なだけで、それ以外はいいですね。エンジンは V 型、SOHC だよね、これね、の空冷の V ツインエンジンで、駆動感がね、すごくいいよ。駆動感がドド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 っていう、ボロンボロン。でトルクの立ち上がり方もいいから、だからコーナリング、コーナーで曲がっていくときにギューってこうトルクがかかるんだよね。それが楽しい。でポジションはまあアメリカンなんで、こういうポジション、前に手が伸びて足も前に行ってっていうポジションなんだけど、そんなにね不自然じゃないんだよな。あ、ちょっと、あ、そこ行ってたらなんか左足がツル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 。あら、このポジションで長距離走ってもさほど問題はないだろうなと思える。で足つきがねめっちゃいいから、取り回しする時もさっきもやりましたけど、あの降りて取り回しするんじゃなくて乗ったまんま行くのが正解だと思います。やっぱねアメリカンだからね、アメリカのね何こういうまっすぐな道を延々と走るっていうのはそういうために作られているから、まあ、こっち場ですけどまあねこういう道はね楽しいっすよ。あんま飛ばさずねゆったりと走るのはね、まあ、いいんじゃないかなって言ってると後ろから煽られちゃうからちょっと飛ばすんだけど、意外と座ってる位置が低くてこの辺にいろいろあるから、空気の当たり方がお腹までは来ないで胸から上ぐらいに空気が当たる感じですね。だからちょっとした風防をつければもっと良くなるんじゃないかな。アクセルオーンコーナーリングはアクセルオーンが基本ですめっちゃニュートラ入りやすい。あとクラッチもねめっちゃ軽いね。私も多分絶対アシスタントスリッパークラッチが入ってる。こんそうでなきゃこんな軽いわけがない。そうそう、後輪、あ、フロントでかくて後輪ちっちゃいから、もしかしたら、トラクションコントロール、これ入ってないはず、入ってないと思う。トラクションコントロールがないと、リアが滑りやすいかもしれないですね。どうなんでしょうね。その辺、アメリカン詳しくないからわかんないんだけど、スクーターとか結構リアタイヤちっちゃいから、トラコン入ってないと、マンホールとかスパーっていっちゃうじゃないですか。アメリカンにも同じことが起きるのかな。タイヤ太いから大丈夫なのかな。よくわからないよ。でもこれニーグリップがしづらいとはいえできますね。右側がエアクリーナーで左側がエンジンそのものなんですけど、夏になったら暑くてできないのかもしれないですけど、今冬なんで、今ね11月の中旬かな、確か中旬。燃料ガソリンスタンドのマークがついてるから燃料がやばくなるとこれがつくんでしょうね。残り何リッターでつくのかは分かんないですけど、ではこの先、マンホールの上を通って足回りのチェックを行います。はい、ドン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 、あ、ドンドンドンと、そうっすね。やっぱねフロントはねうまいことやってるんですけど、リアがねやはりコツンってきますね。アメリカンの宿命なのかな、リアサスのいまいちっていうのは。やっぱフロントブレーキが弱いなつくづく思う。そういうバイクじゃないからって言われればそれまでなんですけどね。でもなんかね下手に出来がいいからね、
なんかその辺も求めたくなっちゃうんだよな。かまぼこが置いてある道に通って足回りをチェックしたいと思います。はい、かまぼこ来ました。60キロぐらい。おや、なんか思ったよりいいぞ。なんだろうこれ。ただちょっと暴れる君な感じはあるな。後ろがどうこうっていうよりも、この前後のバランスかな。前後のバランスが良くないっていうか、ゴコン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 っていう、そういう感じがしますね。なんていうんですかね、フロントもそれなりに取られるし、リアもそれなりに取られるし、だから、なんだろう、まあちょっととっちらかるんですよ、とっちらかる。少しね、少しとっちらかる。走れないっていうほどではないんですけど、でもとっちらかりますね。40キロぐらいならそうでもないかな。このね、フロントがちょっとね、大きい段差に弱いのかもしれないですね。まあリアはまあまあ弱いんですけど、まあ前後ともちょっとやや弱だから、ガコンガコンってなっちゃうのかもしれないです。まあ足が長いバイクじゃないのでね、そういうところを気にするバイクでもないでしょう。まあ、そろそろ給油しといた方がいいかな。燃料タンクの容量をこの辺 WMTC の値と航続距離も出しておきます。今140キロ。渋滞路では今2速かな、2速アイドリングで走ってます。16キロ。渋滞しててもやっぱクラッチがね、クラッチが軽いからね、これは大丈夫だよね。足つきもいいから、いつあってなってもいつでも足つけるから。例えばこれ、誰も倒してないらしいです。レンタルバイクで借りられているんだけど。はい、それでは給油をいたします。今の距離は 144.1 キロ。144.1。何リッターありますかね。6.83 リッターありましたね。あ、まだまだだったな。これなら持ったかもしれませんね。意外と燃費が良さそうですね。6.12。以上走ってるっぽい。6リッターだから倍、13リッターあるとしたら、あ、持ちましたね。全然余裕で持ちました。ちょっとね、事前調査が足りてなくてね。はい、あれですね、85から95ぐらいの間が振動が大きいですね。だから100キロ以上出しちゃえばそんなに振動は大きくないです。だからこういう時一個ギア下げちゃえばいいんだよ。だから85から95で流れているところに走る時はギアを1個下げちゃって、回転数を、振動の出る回転数から外しちゃえばいいんですね。ずっと2グリップしてるんで、エアクリーナーの硬いから、この膝の下すねあたりがちょっと痛いですね。左側のエンジンはそうでもないですね。これがちょっと柔らかいのかな。こっちはね、ここがガツって当たるんで。でも2グリップしちゃいますよね。2グリップ